朝鮮、ロシアう状況は、トマン港をまたいでロシア連邦沿海地方破産地区にある破産駅と朝鮮民主主義人民共和国ラソン特別非戦法軍にあるトマン港駅を結ぶ全長400メートルの鉄道橋である。両国では、期間が異なるため4000機場となっているものの、2018年5月時点、及び2021年2月時点、 標上の一部で 1435mm の標準機の2線が付設されておらず、1520mm のロシア機関のみが運用されている。ソビエト連邦と朝鮮民主主義人民共和国を結ぶ鉄道は1952年に開通したが、開通当初はトマン港をまたぐ区間は木製の簡易橋であった。これを置き換える形で建設され、 1959年8月9日に開通した。今日に至るまで長老両国を結ぶ唯一の陸路である。東鉄橋は高度が低いため中国領内の余計川港から日本海に出るにあたって障壁となり、日本海で漁を行う大型漁船と新潟市との間の国際火客船が運航できない状態であった。1990年代に 中国の提案により国連開発計画主導で始まった都ン港開発計画以来、中国側はロシアと北朝鮮の両国に東鉄橋を改造するように一貫して主張し続けてきた。しかし、政治的な理由からロシア、北朝鮮の両国は未だに同意していない。2009年から2011年にかけて、両国の国境からラツ港にかけての 54km の 改良工事が行われ、2011年10月13日に完成し、2013年9月22日に完成式典が行われた。2017年10月には、ロシア鉄道が出資するトランステレコム社により、東鉄橋経由で北朝鮮領内まで光ケーブルが付設された。これに伴い従来から用いられていた、中朝橋経由の中国合通信社の、 ケーブルへの依存度を下げることが可能になった。2020年、北朝鮮当局は、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を阻止するために事実上国境を閉鎖、橋を行き交う列車は途絶えた。2021年2月、北朝鮮国内で勤務していたロシア、大使館員及び家族が、トロッコを使って国境を越え帰国する映像が公開。 映像に映る橋上の線路は錆びついているものの、橋の上にはトロッコを押す人が歩く、足場板が設置されており、何らかの利用もしくは維持管理が行われていることが示唆された。コリアコンサルト AB トレーンライドオンノースコリアロシアフレンドシップブリッジメイン20182021年3月1日閲覧。ノースコリアロシアンディプロマッツリーブバイハンド プッシュトトロリー。BBC、2021年3月1日閲覧。ン。モンコ開発構想調子、アキラチョ、金森久雄監修、はじめ記者。北東アジアの経済協力と企業の役割、小樽商科大学国際コンファレンス1995、小樽商科大学、ハサン、ラツカン鉄道が10月13日試運転へ。ロシアナウ。 2016年11月13日閲覧。中国人が驚く32時間ロシア外交官一家がテオしトロッコ北朝鮮出国。コリアワールドタイムズ。 h t t p s w w w k o r e a w o r d t i m e s c o m スラッシュトピックススラッシュニューススラッシュ8734スラッシュ2021年3月31日閲覧ロシア外交官と家族、手押しトロッコで北朝鮮を出る。BBC2021 年2月27日閲覧。ありがとうございます。